どうも西田渉です、本日なんですけども、ソニーの本気っていうところでね、スチル機を本気で出してくるかっていうところでね、お話してみようかなと思っております。まあこれどういうことかと言いますと、かなりね CR で言うと結構低い、噂話ではあるんですけども、ソニーがね、α9-3 出すのかどうかっていうところで、でも確かに出す価値はあるよなっていうかね、そういうふうに思ったものですから、普段ねキヤノンのお話ししているんですけども、これ結構キヤノンにも大きく、関係してくることなので、R3 がね今後キヤノンが出す、そして来年の北京五輪ですよね、冬季五輪で寒冷地仕様っていうところにやっぱなってくるわけですよね。キヤノンも R3 はおそらくマイナス20度とか、そういった世界でも動くと、そういったカメラを R3 に置き換えてミラーレスでね出してくるはずなんですよね。これどういうことかというと、冬のオリンピックっていうのはあくまでもねスキー競技とかありますよね、寒い中、そして夜のスキージャンプとかね、あれは多分マイナス10度20度とか、場合によってはね20度近くなる可能性があるはずなので、そう考えた時にはまたね別次元の、ボディの合成が求められるわけですよね。もちろん夏の冬季五輪はね、今度は熱とかそういった暑い中でも撮らなきゃいけないとか、ね、雨だったりしても水でも撮らなきゃいけないとか、そういったことがありますが、今度は寒い中でもちゃんと動くのかどうかっていうところが Z9、 そして R3、 そして、α1 もしくは α9-3 っていうところがもしも出てくればっていうところで、今回ソニーもねかなりこの IOC の申し出を受けてサービスとかも出してたってことなんですよね。でこれはサービスを出したのはあくまでソニー機っていうと α7S3 とかね、例えば α7-3 とか、そういった形で言うと結構ムービー用途でね使われてる方、ミラーレス一眼をねムービー用途で使われてる方は結構多いかなとは思います。ですが本当のガチのプロの現場とかってなると、まあもちろんねスタジオユースとかではもう十分にねソニー機使われてる方多いとは思うんですが、報道用、ましては記録っていう世界観、そして究極の状況ですね、大雨が降る土砂降りの中撮るとか、炎天下の中撮影する、そして北京オリンピックに関してはマイナスの極寒の中撮影してきっちりと動くのかどうかっていうところで、α9-3 の噂っていうところが上がってきてる。プラスアルファ今後のねロードマップとして、2050mm の F2.8 の GM っていうね、 G マスター 2050mm で F2.8 ですよ。イメージとしては僕らの中では24-70っていうのがもうかれこれ20年近くにわたってね、まあスタンダードなね第三元レンズっていうイメージですよね。これが 2050mm の F2.8 の GM、 なぜ2050っていうレンジなのかっていうところも踏まえてね、後ほどこのレンズの構成っていうところも非常にソニー面白いところに目つけてるなと思って、皆様に、ね、解説しようかなと思っております。でまずはね、その α9-3 がもしも出るのであれば、まあ冬季五輪に向けてね北京の2022年用意してるっていうのが噂では2022万画素、まあ実質2000万画素ですね。なので 1DXM3 とかと一緒で、フルサイズの積層型の CMO センサーを積んでっていうね、アップグレードされたビヨンズ XR の画像処理エンジンっていうことなので、 α1 レベルのクオリティで出してくる中身がっていうことですよね。静音かつ無振動の電子シャッターでアンチフリッカー撮影が可能。アンチフリッカーってことは、まあ、室内においての連写した時にねフリッカーが出ないように対応できるっていう。あとは電子シャッターでフラッシュリンク世界最高の500分の1秒。これは電子シャッターっていうと普通はね、例えばシグマの FP とか FPL とかになると8分の1とかなんですよ、シャッタースピードが。なので実は電子シャッター機は今までだとストロボシンクとかそういったストロボ撮影はできないっていうのが前提だったんですが、もう電子、これからのソニー、キヤノンもそうなんですけど、ソニーは特に電子シャッターでもスタジオでのねストロボ撮影、ストロボシンクロっていうところをきっちりとさせていく。それがもう α1 の時点で確か500分の1の、電子シャッターでのね、フラッシュシンクロを達成しているってことなんですよね。なのでほとんど α1 が入ってくるようなイメージですよね。で60コマ秒でのブラックアウトフリー連写、もう α9、α9-2 っていうところでも、まあ、ブラックアウトフリー僕もこう触って振りましたけど、やはりもう R5、R6 じゃかなわないようなね、本当に何事もないかのような、本当に消失していないファインダーってところでね、これは驚きですよね。これがより洗練されて α9-3 で出てくるってなれば相当面白いことになりそうだなっていうふうには思った試合ですよね。まあとにかくすごい単語スペックが並んでます。最高120コマ秒、で AFAE 追従60コマ秒でも可能っていうことでね、まあすごいですよね。もうあの AI サーボみたいな形でガーッと追っかけるのもその中でも120コマとか、まあなのでもう
感覚で言うと動画ですよね。動画の切り出しっていう考え方に近いのかなっていうふうには思ったりしております。なのでボディ側の五軸光学手ブレ補正、光学手ブレ補正で最高 6.5 段の、効果ということで、光学なのでね、あくまでも、ボディ内手ブレ補正、アイビスではないっていう理屈になるのかな。光学手ブレ補正ですもんね。センサーシフト型ではないっていう感じかなっていうところで、高速の Wi-Fi スピード USB とかね、まあ1000ベースの、 T イーサネットによるプロフェッショナルワークフローのサポート、これは α1 とかと同じで、 α1 をこうガッとね2000万画素にしたような機種っていうのが α9-3 っていうふうに極端な話言ってもいいのかなと。 EVF は UXGA の 0.64 型576万ドットの明るい OLED、 リフレッシュレートが 240fps っていうとこですよね。まあこれこの辺も、まあ、ちょっと α1 よりは落ちるけれども、まあ相当見やすいよっていうところを歌ってるっていう感じですよね。動画 4K60p 10ビットの 4.22 センサー、全域のオーバーサンプリング処理なので、この辺はキャノンとちょっと似てきてますね。オーバーサンプリングしてるっていう、まあ 6K ぐらいのものを取ってギュッと 4K に落とし込むっていうような理屈ですよね、オーバーサンプリングってね。あとこれすごいですよね、ダイナミックレンジがね15段までありますよっていう。確か今どうだろうな、キャノン機とかは14段だったかな。まあこの辺が確かどうだろう、 α7Z9 もかなり広くなってるということで、キャノンの今後の努力目標なんですよね、ダイナミックレンジの広さをよりアピールしたいっていうところ。あとは S シネトーンも入るということで、まあ動画機としてもこれ優秀ですよ。動画機でももちろんいけるし、 α7S3 よりも明らかにどうなんだろう、上なのかな、まあ上ではないのか、まあ同等性能ぐらいで、さらに言うとスチルがよりいいですよねっていうところになるのかなっていうことで、キヤノンの R3 が出てきていると。そして R3 と α1 はぶつけるにはちょっとね高額でありますし、あと画素数も違うしっていうところで、おそらく R3 に関しては2400万画素ぐらいで多分出てくるっていう噂になってますので、そことぶつけるためのスポーツカメラの枠ってなると、やはり α9 が出てくると。この辺を考えた時には必然的に α9-3 出したい。あとは意外となんですけれども、ポートレートを撮るようなフォトグラファーにもかなり喜ばれるようなカメラになるんじゃないかなと。あの α9 自体のファインダーも相当見やすいので、僕も覗いた感じ明らかに大きく明るいファインダーっていう、なのでマニュアルのレンズつけた時、例えばライカとか、まあ、フォクトレンダーとかね、オールドレンズつけた時のピント合わせもね多分相当しやすいんじゃないかなと。それで α9 で結構オールドレンズをつけてディスタゴンとかつけてコンタックスとかで撮影しているフォトグラファーの方とか多くいらっしゃいましたから、そう考えた時には、オールドレンズ遊びのベースボディとして、もちろん値段にもよりますけれども、まあ50万切るぐらいの価格とか50万前後ぐらい出てくるのであれば、そういったプロ、人物撮影のプロフォトグラファーも、まあ画素数とか今の時代ね、本当に伸ばしちゃえば全然 OK なので、むしろここを、α9 であえて行くっていう人が意外といるんじゃないかなと。そして当たり前ですが、冬のオリンピックとかにも使えるほどのカメラっていう風になると、堅牢性はね明らかにこの高いわけですよね。っていうなると壊れにくいカメラな上に、ダイナミックレンジが15段で広いっていうことなのでね、でおそらくですが2000万画素で15段ってなると、めちゃくちゃ高い ISO 感度まで、それこそR6 じゃないですけども、まあ本当余裕で10万2400ぐらいまでは使えますよっていうカメラになる可能性があるし、撮っててアンチフリッカーだったりとかブラックアウトフリーっていうところ常にね α9 を歌ってますから、撮ってて非常に気持ちいい。要はライカの M 型ライカ使ってるような感覚で撮れるってことですからね。 M 型ライカはレジファインダーなので、もう本当にこう覗きながら撮ってても一切ブラックアウトしないですからね。確かに気持ちいいんですよね、僕も M 型使っててね。そこもかなり理想的であるので、ちょっとね僕自身もこれ羨ましいなみたいな。もちろんR3 をね触ってないので、 R3 出てきたら、両手話にすごい R3 すごいですっていうのはなるんですけれども、まあ僕みたいなライトユーザーというか、人物のまあ、ポートレートだったりスナップだったりすると R3 になると、僕の場合は多分ねスタジオワークとか仕事に特化した撮影になるかなっていう風が予想されるんですよね。大きくて大きいんでね、なので縦売り一体型なので、そういった意味では堅牢性もありながら、メカスペックも強くて 700g ぐらいですよね、確か 600g 台なんですよね α9 ってね。そのぐらいのスペックでかなり高密度なねボディが出てくるというのはちょっと羨ましいなっていうのがあったりするっていう。それこそやはり R5、6あたりもまだね熱問題とかの
件がね残ってますから、その辺もクリアできたマシーンで、α9 はもう3世代目ですもんね、3がもし出たら。そうなるとその辺の堅牢性とか熱対策とかね、本当にその辺は確実に安心して使えるっていう意味では、逆にソニー羨ましいなっていうふうにはなった次第で、続きましてなんですけども、冒頭に申し上げました 20mm50mmF2.8GM っていうね、ここの世界ですよね。これが本当に面白いなと思ったのが、まあ巷で言われているのは、基本的には広く撮っておいて後でねトリミングするっていう、まあツイッターとかインスタグラムとかでの写真のね広く撮っておくっていうのは、まあ最近のトレンドですよね。結構人も入れるけど周りの景色も十分にいっぱい入れておくっていうようなね、そういった考え方がもちろんあるのはあるんですけれども、なんか僕が思ったのは、さらに言うと、ソニーっていうのはキヤノンみたいにセンサーシフト型の手ブレ補正っていうよりかは電子制御の手ブレ補正をね入れてきてますよね。今後もその方針は変わらないっていうふうに考えると、ちょっとクロップされていくじゃないですか。そう考えた時に、24mm スタート2470とかのズームでだいたい 4K で撮るよ 60p で撮るよってなったら 1.1 から 1.、そうだな、まあ、場合によっては3倍とかクロップされると、強いねアクティブ手ブレ補正とか入れた際にそれぐらいクロップされることを想定すると、 20mm で作っておけば、まあ、1.1 倍のクロップだったら 22mm、 1.3 倍だったら 26mm ぐらいになるってことで、まあ、自撮りとかいろんな意味で広く撮るっていう上でね、かなりムービー用途においてもね、ここの2050の 2.8 多少大きくなったとしても1635ではなく2050っていうところで広角もある程度取れつつ、バシッとしたポートレートもそこで後ろに伸びてくれれば、まあ 2050mm だったとしても必然的に 60mm になったりとか、まあ 70mm 近くになってくると。なのでそれがその辺のズレがありますよね、クロップによるっていうね、 4K の、 あの手ブレ補正によるクロップね、この辺も踏まえた未来志向の大三元っていうところ、パナソニックとかもね今やもう 2060mm の F3.5 5.6 みたいなレンズも出してきてると、要はムービーに特化したカメラを出してきてるメーカーになればなるほど、比較的ね前寄りのちょっと昔のね広角ズームみたいなものが今また出てきてるのかなと、クロップ前提っていうところの考え方かなと思ってます。ただ単に広く撮りたいっていうよりかは、まあ、Twitter とかそういった SNS 用っていうよりかは、どっちかというとムービー用途で2050のレンジってね確かに絶妙なんですよね。おそらくキャノンはもう本当にボディの中で手ブレ補正やるので、基本的にはクロップはなるべくしないで済むっていうね、ボディ内手ブレ補正を積んできていると。ですがソニーに関しては電子手ブレ補正でやる必然性があるので、必然的にちょっとクロップされる方向で今後も進めていく。だったらレンズ自体を早めに広いレンジのズームレンズのニッパチ作っちゃえば、そこで電子手ブレ補正を使っているカメラにも全部、くっつくいい感じで撮影できると、絶妙な普段使っているようなレンジで、撮影ができる。で本当に普通にスチルで使うユーザーにとってみても 2050mm っていうのは Twitter や SNS インスタグラムなどを通じてトレンドのレンジっていうところになるので、 20mm から 24mm とか流行ってますよね、 SNS 界隈の写真ってなるとね。意外とこう中望遠とかっていうところとか、もちろんね 70-200 とかの世界もあるかもしれませんが、それよりもやっぱりこう前のレンジ、多くの情報を入れておく広角でっていうね、まあ、これが結構トレンドなのかなとも思いますので、いやソニーはやっぱりこの辺のね先を見越したスチールももちろん抑えるけど、その隙間でやっぱりムービーで使う人もいるよねっていうところのレンズ作り 2050F2.8、 これ僕もねある程度小さくて作ってきてもらえるのであれば、むしろね 2050F4 でもいいと思うんですが、ね、ほんと自撮り用のレンズとしても使えてしまうのでね、この辺もやっぱりソニーの開発力っていうか目の付けどころとかが、ハイブリッドなねカメラ作りっていうのは非常にうまいなっていうふうに思った次第でしたね。なので α9-3 が明らかにもしもですよ出てくるのであれば、明らかに R3 もまた面白いこう状態になってくる。 Z9 はもうガチのカメラですよね。もう完全にニコンがフルスペックっていうかね、もう本当にフラッグシップとして出してきますから、まだキヤノンはねちょっと余力を残しているような感じで、 R1 を残しているからこそまだねキヤノン自身は余裕がありますよっていう雰囲気出してるんですが、逆に言うとソニーも、α1 と R3 をぶつけるわけにはいかないので、R3 とぶつけるために α9-3 をね
作ってくる。それが仮にですが50万ぐらいで戦略的な価格、60万を切るぐらいの価格で来た時にはおそらく R3 は70万ぐらいで来るっていうところで、いやソニーのスポーツカメラ結構安くて使えるよねっていうところにもなって、また R3 がねうーんっていうどうしようっていう風な、またこうぶつけ合いがね、 R1、R3、 そして α9-3 っていう風に、この R3 がちょうどね狭間に隙間に刺さるようなソニーの間に入るような感じで、まさに面白いこうぶつかり合いになりそうだなっていう風なね予感がしたりしてます。なので今僕が面白いなと思ったのは、本当に堅牢性高くね、あくまでも堅牢性ですよ、本当にこの寒冷地でも使える α9-3 であれば非常に面白いですし、それはひいては僕らね、こういったライトユーザーでスタジオとか、ロケで撮るとかっていう時も明らかにどんな環境でも動くカメラっていう担保になりますから、寒冷地で動くってことはね。なのでそれが非常に期待だなっていうところと、あとは G マスターか2050の F2.8 の大三元っていう、この辺の絶妙なラインの大三元を新たに作り起こしてくるっていうのであれば、ソニーは本当に面白いメーカーだなっていうね風に思った次第でした。というところで、ね、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。